はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。1月21日土曜日17時、池袋でメール党員さん限定新年会開催いたします。ご参加は党員メールからよろしくお願いいたします。昨日から募集なんですけども、早速ゆべのうちに数名の方が、ご応募してくださり誠にありがとうございました。税金チューチュービジネスコラボだけじゃなかった。まあ、全国にあんだろうな。コラボもどき。障害者支援事業者が2億4000万。不正受給。記事によればですね、愛知県一宮市にあるフォレストってとこが運営しているピッコロジュニア。これは放課後デイサービスなどを行っているところらしいんですけど、利用実績を水増しし、愛知県と岐阜の、8市町から、障害児通所給付金、約2億4000万を詐欺ったと。水増し請求ですか。働いてもないのに、こんだけ働きました。こんだけ障害者を、お世話しました。つって、金をむしり取る。利用者からの通報で発覚。指定取り消し処分、とりあえず。返金って、とか、詐欺罪で逮捕とかは書いてなかったんですけども、これからなのか、それとも指定取り消しで終わっちゃうのか。返金なんかされるとですね、あれだって、市役所なんかで大変なんだって、その予算書き直して、急に金が入ってくとね、ネットの話、これからどんどん出てくるな、弱者ビジネス。弱者ビジネス、貧困ビジネスが猛威を振るってる。この手の団体ゴミクズだらけ。増税の前にやること満載。多分他にもあるで。グループホームなんかもやばそう。店舗出したり閉店したりを繰り返す神戸市北区の作業所はどういう仕組みなの？これ障害者の作業所ってありますよね。たまに公園なんかでテント張って、手作り品とか売ってたりなんかしますけども、これ開いたり閉じたりしと、その度、なんか補助金とか入ってくるような仕組みになってんのかな。神戸市北区の、そういう作業所。夢にゃん見てる？夢にゃんっていうのはニート無能さんのことでしょうか。ピッコロキッズって確か北海道や隣にもなかったか。あんのか。大阪にもあるね、ピッコロキッズ。まだまだありそうだ。2億4000万って額でかすぎですね。水増し請求って、要するに詐欺じゃないの？逮捕じゃないの？騙し取ったことですよね。なんかピッコロは全国展開してるみたいなんですけど、他の自治体はガサ入れしないのか。利用者からの通報で発覚ってはずっさんなことをやってたんでしょうね。締め切って何日も開いてなかったものをその間の売り上げちょうだいなんつって、これはコラボの影響かもしんないですね。自治体職員がですね、うちは大丈夫か、見直ししたとかね、うちの事業は大丈夫なんだろうか。こういうのどんどん摘発すりゃですね、増税なしで防衛強化できる。今すぐ全部見直せ。この事業本当に必要なのかっていうのも根本から見直してもらいたい。そもそもあの話、コラボ弁護団の声明がすごいです。保護女性やスタッフの安全確保のため、領収書の記載は必要最小限としています。これが関西に不適切と指摘されちゃったということらしいんですけど、加害者がおるんだと、ストーカーみたいな男が付きまとってんだと、保護女性には、だから危ないから、領収書は最低限なんだと、いう話なんですけど、ネットの反応です。だったら民間の寄付とか自腹で保護すれば、公金使途の透明性と被害個人の秘匿は、何ら関係がないと思うが、領収書がなければ何にいくら使ったか証明できねえだろ。使途を明らかにせず、税金を好きなように使いたいとしか読めない。とことん女を出しに逃げようとしているな、ということなんですけど、保護女性保護のため、安全確保のため公表できない、言うんだったら、関西にも見せない。監査委員にも見せないの、おかしいだろ、それ。公表しないって言うんなら、わかるよ。今、被害女性は、どこそこホテル、とか、何丁目何番地に、
止まってる、かくまわれてるなんていうのが、それは公表しないっていうのは分かるけど、監査員にも見せねえっておかしいだろ。監査員にもう見せねえから領収書ダメ出しされたんでしょ。監査員はあの加害者とつながってて信用できないとでも言いたいのかっていう話ですよ。監査員にもあの提出せんかったから不適切だっつってやり直し言われたんでしょ。2月28日までに。なのでこのあの弁護団の理屈は全くのへりくつであり後付け。弁護士が何人集まって頭ひねろうとも領収書不足っていう事実は変わんないんですよね、これね。それにあの監査にさえ見せられないっていうことも事実も変わんないですよね。どんな言い訳してもね。コラボ弁護団頭悪くて安心したわ。私こんだけ連日コラボ叩きしてるのに、なかなか訴えてきやがらねえから、やっぱツイッターとかと違って、動画ってなかなか内容を見てくれるまではいかないんだろうかなーって、がっかりしたんですけど、今後も精進しないとね、あの、訴えられるようにね。訴えられても、こんなバカな弁護団相手だったら怖くねえや。という感じですかね。あの、バカ。監査員にも見せられない。なんだそれ、ね、あの保護女性の安全のため。なんだそれ、そんなあの監査員信じられなくて、東京都職員信じられなくて、なんであの東京都から金もらってんだよ、バカ。なんで東京都の事業を請け負ってんだ、バカって感じですね。代表ニート無能さん、連日のストレスマックスで、監査結果発表の日、1月4日に発表しておりました。ここ数ヶ月、キモい。15歳でおじさんに買われて、こういう、キモさが分かった、みたいな話。ネットの話。15歳の時はメイド喫茶で働いてたっていうのが、嘘ってバレたから、買われたにチェンジしたのね。なんか設定がブレてるみたいですね。15歳でおじさんたちに買われて、じゃ、売ってたんですよね。売ったやつを、訴えなきゃ。ああ、自分だろうな。売ってないと買えないんだよ。陳列されなきゃ、買えねえんだわ。自分で売っといて買われたとかバカなの。売った利益は確定申告しましたか。これは面白い。差別だ人権だで好き勝手やれなくて残念でした。売ってたなら米山さんを悪く言えないだろ。米山さんっていう人は、新潟県知事元で、なんかあの女子大生を買ってですね、知事辞めたっていう人ですね。なんかバトルしてたみたいですけど、試験なんですけども、売ってたから買われてたんだろうって指摘がマックスで、全然同情も同意もしてもらえなくて大爆笑しました。日本人のあの風俗嬢は、職業や過去を隠しがちだが、まあ、あの、過去にやってたことも言われね、普通ね。今やってたって、なかなか言わないよね。例えば、あの、顔出ししないで、ツイッターなんかで、どこそこいます、会いに来てくださいの、言うのはありだけれども、まあ、隠しますよ。日本人ならば。近くの国ではそうではない。私は、あの、若い時、いくらいくらで売れたのよって、自慢すんだって。これ、あの、人から、自我に聞いた話なんですけど、あいつらほんと考えらんねえやんって。女の人ですけど、考えらんねえって。私は、あの、若い頃、いくらいくらでもう売れたんだって、自慢すんだって。バカじゃねえの。ニートムのもう、同じメンタルで、あの、売った経験を威張って、ないか。ああ、威張っておられるんではないか。なんかの盾にしとらんか。日本人らしかのメンタルですわね。そんなの言っても、あの、日本人からは惹かれるだけだわって話。案の定、非難合合じゃねえか。コラボ問題のスレッド。しつこい嵐のコピペ連投で、勢い7万。これ流し。っていいんですけど、まあ、スレッド埋めちゃって次から次へとね。でね、あの、見にくくしてね、あの、無関係なコピペを連投して、見にくくしてですね、まともな意見を。で、飽きさせて、その場からあの、人を離れさせるっていう、あの、流しっていう嵐ですね。嵐アドレスは、新宿中央公園の無料 Wi-Fi と晒されてしまいました。なんで発狂してんの？これあの、嵐中ね。そりゃいよいよやばいからでしょ。15066751165。新宿中央公園。新宿中央公園の無料 Wi-Fi？ 場所晒したら止まった。415-0033晒し。786、0037。FQ 最後のレスト。FQ ってやつが、あの、荒らしてたみたいですね。晒しから4分でストップ。とりあえず、お前ら、バスカフェにも顔出そうぜ。IP 表示気づかずに、
荒らしてたのかな。場所さらされて止まるの草でしょ。嵐の人、今頃心臓バックバックになってんのかな。これもウィキ行きにしよう。コラボ問題、ウィキできてるみたいですね。こんなとこ荒らしても話はツイッターで進むのに無駄なことを。嵐さんバカすぎて草。新宿中央公園はコラボの活動場所の一つであります。バスカフェ止めてやっとります。11月7日、山添拓。4日コラボがバスカフェを開催する新宿区役所前の広場へ、ニート無能さんら運営スタッフの皆さんからお話を伺い、声かけチームのアウトリーチ活動にも同行させていただきました。自分で言ってる。新宿中央公園の無料 Wi-Fi 使って必死に掲示板荒らしてるスタッフさん、お疲れ様っす。荒らしても荒らしても地すれ立つ、じっと手を振る。バチカン系メディアの取材申し込みはですね、記者が男だからという理由で拒否。3年前、都の事業視察の時も男だからってことでバス内部見せるの拒否と。それが舛添さんじゃない山添さんだったら、たやすくバス内部に入れてしまう。そんなあの禁断の聖域に入れてしまう山添拓人。ずぶってるなぁ。さらに国会でもコラボ推しを刊行する山添拓人。コラボは共産党と仲良しっつうか、まあ、株組織なのかな、コラボがな、いう疑いが、疑惑が深まりましたね、これでね。だって入れねえんだもん。都の職員ですら、バスの仲間へ、見してくんねえのに、山添だったら入れるんだもんね。もう一緒じゃねえかって話にね。サンデーモーニングの新春スペシャルは、落ちる日本、再生の道は、これまた新規癖タイトル付き上がってさ、正月からネットの反応です。さすが TBS、 ブレないおつやば。落ちる視聴率、再生の道は、墜落したテレビの間違いでは、本音は落ちろ日本だろう。自分の日本の心配より自局の心配をされた方が、摂氏のあんたらに心配してもらわなくても、日本よりサンモニが落ちるのが先でしょ。日本再生の道はまずサンモニ打ち切り、それよりサンモニのコメンテーターのニトムノについて何か言ってよ。なんか準レギュラーでサンモニ出てたらしいですね、ニトムノさんね。それについて一言も言われなかったって。こんなに問題発生したのにサンモニでは、無能については一切触れなかったらしいであります。皆さん口々にですね、落ちてんのはお前だろお前らだろってね。どう考えてもなんか日本より先にサンモニ出演者の方がいなくなりそうだけどな。滅びが先だろお前。落ちる日本ってお前らが必死で落とそうとしてんだろ、毎週毎週日本の悪口言って。日本なんてカタカナのとこ知らねえわってね。異次元を存在する、国の話してんのかな。このバカどもはですね、日本は悪に染まってて絶望的な状態じゃないと、そういうことしないと都合悪いんですよ。都合悪いのこいつらは。でないと言えばれねえからね。詳しくは千年王国ウィキペディアをご覧ください。ブレないお通夜番組。これを喜んで見てるのはお通夜が近い人だけだわって話なんですよね。まったくね。しかしびっくりしましたね、あまりのズブリブリに。すごいガードが固いバスの中でも山添は堂々と入っていける。なんだこいつらの旦那がなんかの、一心同体がみたいな。その話始めとですね、途端に嵐が現れるそうであります。よっぽど都合悪いんだね。山添拓はコラボバスに入っていけるという事実が都合悪いみたいであります。なので私も一本ツイートしときました。よかったらリツイートとかいいねとかで、ご協力ください。よろしくお願いいたします。メール当院さん大募集であります。たまに懇親会や署名活動なんかもやりますけれども、新年会忘年会、お盆もやるな、正殿参拝、あと春は花見とかですかね。ちょっと野外では料理のとかお酒の用意めんどくさいけど、たまにそういうのをやりますんで、皆さんよろしくメール党員さんになってください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。